この問題はビッグモーターの一部の店舗の前にある街路樹が不自然に枯れたり伐採されたりしているものです。おととい国交省が全国の地方整備局に対し調査を指示し、東北地方整備局でも今日までに県や仙台市と街路樹の調査を行ったということです。その結果、県内にある6つの店舗のうち街路樹があるのは仙台市太白区の西多賀店と若林区の仙台若林店で、いずれも異常はありませんでした。ビッグモーターをめぐっては、わざと車を傷つけるなどして自動車保険の保険金を不正に請求していたとして、今日国交省が全国34の店舗に立ち入り検査を行っていますが、東北運輸局によりますと、県内の店舗には立ち入り検査は行われていないということです。